ネイキッドカウボーイネイキッドカウボーイの芸名で知られるロバート・ジョン・バークは主にニューヨーク・タイムズ・スクエアで活動するパフォーマンスアーティスト。オハイオ州シンシンナティ出身。2013年に結婚。妻はメキシコ人で当時不法移民であったが結婚後に永住権を得ている。ネイキッドカウボーイと一緒にネイキッドカウガールとしてパフォーマンスを行うこともある。ブリーフ姿で カウボーイブーツとカウボーイハットのみ着用し、アコースティックギターを演奏することで知られる。タイムズスクエア以外で活動することもあり、2006年4月には渋谷に現れた。2020年、新型コロナウイルスの感染が拡大する中でも、タイムズスクエアでパフォーマンスを連日行った。当時は、正常期をモチーフにしたマスクをしていたが、2021年にはマスクを外して、 パフォーマンスを行っている。2021年2月1日、ニューヨークは大雪のため非常事態宣言が発出されていたが、ブリーフ姿でタイムズスクエアに現れてパフォーマンスを実施。ニュース映像として世界中に配信された。2021年3月6日、フロリダ州デートナビーチで開催されたモーターバイクの祭典バイクウィーク会場に現れてパフォーマンスを実施。 観客が紙幣をギターのサウンドホールに入れた行為が警察官に物乞いとみなされ警告を受け、これに抗議すると公務執行妨害で逮捕された。2010年、同じような格好で活動していたネイキッドカウガールを相手取り、著作権侵害や不当競争でも訴えたが、類似行為を行う女性は、その後も出没している。ありがとうございます。